僕その読んだ時に、うん、その若菜くんやらせていただいて共通というか、うん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 、なんか似てるところあるなって思いつつも、はいはい、若菜くんめちゃめちゃやっぱ純朴というか、あーそうですね、そうじゃないですか。でただ似てるとかいえ僕そんなにやっぱもう純粋なやっぱ人間じゃない。あそうなんですか。そうなんだ。若菜くんみたいな純粋な人あんまいないですよ。いやいや、まあ、同じ年齢の、ね、方たちはまあ、うんうん、もちろん若菜くんみたいな子いっぱいいるかもしれないですけど、確かにね、やっぱそれなりにこうちょっとずついろいろ経験してきて、はいはい、大人の階段登ったからか、ね、大人の階段登っちゃうわけですよ、はいはい、その結果やっぱちょっといろいろ知識もついちゃいますから。あそうですね。そうそう、だけどなんか読んだ時に、うんうん、なんかそんなこう汚れを全部こう振り落としてくれるような、振り払ってくれるような、確かに確かに確かに、そう感じをね読んでてすごく感じたんですよね、はいはい、いやでも尊い世界ですよね、うん、あの出てくる登場人物がみんなピュアピュアな、そうなんです、そう五条くんだけじゃなくてみんないい、あのマリンちゃんもさ見た目は結構本当にギャルで、はい、あなたすごいこといろいろ知ってそうねとか思いつつもそうですね、めっちゃピュアなんですよね。めっちゃピュアです。そう、なんかもう相対心が洗い流されるような感じがしますよね。読んでても、うん、演じてても思ったんですけど、はいはい、お互い妙なとこ恥ずかしがらないで変な、確かに確かに、そうそう、そのなんか差がすごいなと思って、すごいですよね、そこ恥ずかしがるところ、そう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 、と思って二人でずっと言ってましたよね、意外なことが多すぎましたよね。いやここ恥ずかしいとこでしょみたいな、うん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 、ありましたありました。